今日は、サバ、しめサバの作り方、紹介しようと思います。まあ、サバ、今日は千葉県産のサバですね。結構サバは日本各地で水揚げあって、関サバだとか、まあ、三陸のサバだとか、まあ、いろんなところでブランドサバみたいなの出てるんですけど、まあ、千葉県産のサバですね。とサバしめそばを作るときに、まあ、身割れするんでサバは、釜を落とさずにさばいていくっていうのがポイントだったりしますんで、その辺紹介したいと思います、ね。まあ、まずほとんど鱗残ってることないんですけど、こう包丁で細げてやると、まあ、若干ながら鱗が取れるんで、最初にこの鱗をきれいに引いちゃいますんで、まあ、普通魚さばくときはこう釜を残さずにこうさばいていくんですけど、サバの場合は身が割れやすいんで釜を残してさばくんですよね。なんでもこの位置ですね、このヒレとこのエラの間で、まあ、身を落としちゃいます。で、こうお腹、おへそから、お腹開いていきますと。でここで一旦、内臓洗います。結構サバは血が出るんですけど、で内臓がここに詰まってるんで、で引っこ抜いてあげると、この内臓出てくるんで、でこの白子ですね、まあ、白子とか卵が入ってたりするんで取ってあげて、中をきれいに洗ってあげる。まあ、魚は何でもそうなんですけど、水につけておくとどんどん身が水を吸っちゃうんで、なるべく手早く洗ってあげる。で、内臓を洗ってあげましたと。で、まあ、水気よく拭いて、でこれ、ね、どうしてもこう血合いが残るんですよね。この残った血合いは、まあ、歯ブラシなんかで洗っちゃう方法もあるんですけど、僕はこの骨抜きで、ね、結構こう根元から引っ張ってあげると結構、ね、綺麗に取れるんで、こんな感じで取ってあげて、最後ペーパーで拭いてあげると、じゃあサバさばいていきます。まあ、サバは普通の三枚おろしですよね。お腹から包丁入れてあげて、で返して背中から包丁入れてあげると。で、まあ、片側の身は、まあ、普通の三枚おろしでいいんですけど、こっちね、下側の身、僕はこっちからおろすと、身が割れるんですよね。身が割れるんで、裏おろして、このままおろしちゃうんですよね。包丁入れてあげて。これ結構、カツオだとか、サワラだとか、大きい魚もこうやっておろすんですけど、でここからこうやって下ろしていってあげるんですよね。そうすると、まあ、身が割れずにきれいに下ろしやすい。で一旦ここで分かりますかね、ちょっと包丁抜いてここであばらを切っちゃいます。でそこからこっちに身を返して包丁してあげると。そうすると、まあ、こうやって
綺麗に身が割れずに、でサバをおろしたら、まあ、しめサバにするんですけど、サバはまあこっから上に油が乗って尻尾の方は結構油が薄いんですよね。なんでまあ尻尾の方は落としちゃってもいいかと思います。で、ここから、骨を外さずにこのまま塩して、水分抜いていきます。こんな感じでお塩カチカチに用意してもらって、サバの身に塩して、もう裏表バチバチに塩しちゃいますね。塩した身はザルかなんかにあげとけば、まあ、出た水分切れるんであげといてください。このぐらい塩して、で1時間置くと。でサバ1時間経ちましたと。こんな感じですね。まあ、表面に水分が浮いてきて、まあ、この辺もこのぐらいですね。まあ、水分が抜けて、サバの身がこう締まりが良くなるというか、まあ、塩味も入るんですけど、この後酢につけるんで塩味が抜けてしまうんで、まあ、ここから、サバ水で洗っていきます。さーっと洗っていただいて、まあ、表面の塩が落ちれば、大丈夫ですので、はい、でサバ洗ったら、一旦この表面の水分ちょっとペーパーで、ね、拭き取ります。つけるお酢なんですけど、私はお酒を少し入れましたね。まあ、大体お酒1に対してお酢が5ぐらいなんで、お酒100だったら、お酢が500。まあ、サバは、まあ、身を上にするとか皮を上にするとか皆さんそれぞれいろんな意見があるんですけど、まあ、僕はどっちでも変わらないかなと。まあでもなんとなくですけど身を上にしてつけてますね。このまま、お酢に1時間ですね、1時間漬け込みます。このままお酢に1時間漬け込むんですけど、まあ、この表面がもし浮いてしまうような場合はこうペーパーを落としておくと、綺麗に浸かるんで、このまま、冷蔵庫で1時間ですね。はい、そうしましたら1時間経ったんでサバ揚げていきます。サバ揚げますと、ある程度お酢を切って、でこのままペーパーでくるみます。こんな感じですね。で、ペーパーでくるんであげると表面の残ったお酢がゆっくりとサバに染みていくんで、まあ、なんていうんですかね、ここでしっとり身にお酢が馴染んでいくっていうイメージですかね。表面にうっすら酢が残ってる状態で、こうペーパーに包んであげると。まあ、このままラップしてあげて、冷蔵庫で3時間半日ぐらいですかね、半日ほど寝かしてあげると、まあ、落ち着いた味のしめサバになります。これは半日寝かせましたね。こんな感じで半日経つとだいぶこうお酢が身に馴染んでるんで、ここから骨外してお刺身にしていきたいと思います。さばくときにここの釜の骨を残したので、ここから最初に外していきますね。このお腹のヒレのところから包丁入れてね、まっすぐ落としちゃいます。尻尾を手前に置いて、こう逆さ包丁で歯を上に向けてビッとあばら骨外して、でそこからここの腹骨をこうグッとすくっていくと。だから先ほどこう逆さ包丁した位置に包丁入れてあげて、でこうグッと、こんな感じですね。で今度はここの骨を抜いていってあげると。これね、意外と抜きづらくて途中でブチブチ切れちゃう場合あるんですけど、
ものによってですね、結構三陸なんかのサバは骨が弱いんですよ。なんで意外とブチブチ切れたりしますね。皆さんここ頭が抜き忘れるんで、骨抜いたらこのサバの皮剥いていきますね。で、皮はしめサバは手で剥けるんですよ。このね、ここからちょっとめくってあげて、このまま引っ張るとお腹がたまに切れちゃうんで、こうしっかりお腹を押さえながら剥いてあげると。そしたら、お刺身切っていきたいと思います。まあ、お刺身で食べて美味しいのはこのお腹のこの部分から、まあ、ここまで、まずわかめですね。はい、で生姜、サバは生姜じゃなくてわさびで食べる人とか、あとしめサバはわさびで食べることの方が多いですかね。お好みで好きな薬味、あとネギがあってもいいでしょうし、すだちとか絞っても美味しいでしょうし、スライスじゃなくてもおろし生姜でも好きな薬味で食べてください。はい、じゃあサバを切っていきます。まあサバを切るときはこう2貫落としとか3貫落としとかこうね、ちょっとだけこう包丁入れてそこから落とすんですよね。まあ、これ一つはアニサキスを、まあアニサキスって切るとアニサキス自身は死ぬんで、アニサキス切るためにやってるっていう人もいるし、まあ飾りだっていう人もいるし、そうですね、あとはまあ醤油が絡みやすくなるからだっていう人もいるし、そうですね、まあ綺麗でいいのかなと思いますね。まあ切ったら、盛り付けていこうと思います。お刺身は、基本的に、なんていうのかな、左上がり、右下がりで盛り付けるのが、まあ、和食のルールというか、まあ、魚の頭が左みたいな、そんな感じですね。特に決まりはないですけど、奥が高い方が綺麗に見えやすいなんて言われますね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。しめ鯖でした。